広げておきたいですね。なるほど、そうですね。初球いいところに決まります。バットが空を切りました。抑えの効いたいいボールですよね。はい、外のストレートがストライク。ここはあっという間に追い込んでいます。二塁牽制、二塁はセーフ。ここも牽制、二塁タッチもセーフ。さあ外してくるのか。低め外れています。打ちました。これはどうか、センターへ抜ける、ホームに送球。これでマルチヒット、ツーアウトランナー三塁一塁。よくチャンスを広げてくれましたね。さあこのチャンスでバッターボックスには2番のゴンザレス入っています。次が2球目、外角高めへのストライク。これが3球目、バーッと外れた。豪快なスイング打ちました。弾き返した打球はセンターへ。しかしこの回バファローズ1点を追加しています。2回終了3対0、バファローズのリード広がっています。3回に入ります。7番から始まるドラゴンズの攻撃、福永打席に入ります。バファローズリードで迎える3回です。インサイド落ちました。わずかに左に切れました。ファールボール。2球目打ちました。この当たりはどうか、ヒットになった。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。さあランナーを一塁に背負います。バッターは木下。もしかするとエンドランを仕掛けてくるかもしれませんね。さあ仕掛けてくるでしょうか。中途半端なバッティングで併殺というのだけは避けたいですね。なるほど、そうですね。2球目は何で来るか。2球目打ちました。これはどうか、ワンバウンドヒットになりました。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バファローズピンチになりました。ノーアウトランナー三塁一塁。打順は9番土田。バファローズ連打でランナーを増やしています。さあ点を許したくないこの場面、まずはボールから入りました。内野はゲッツー体制ですね。1点を諦めるようですね。ああそうですか。いいボールでしたけどね。膝元変化球がわずかに外れています。低めのいいところにチェンジアップが決まります。4球目は何で来るか、外れていきます。打ちました。打球はセンターへ。サードランナースタートを切る。サードランナーホームイン。1点返しましたドラゴンズ。犠牲フライを決めてきました。3対1、バファローズ2点差に迫られています。ご覧いただきましょう。ここで犠牲フライ、得点を許しています。この犠牲フライで1点を奪われています。
打順はトップに帰って大島。バファローズ追い上げられています。さあ西さん、これで分からなくなってきましたね。うん、そうですね。まずは同点に持ち込みたいですよね。ええ、さあこの勢いをこのまま続けることができるか。外から入りました。この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。そうですね。さあ何を狙っていくか。流しました。これサードの左抜けました。同点のランナーも出してしまいました。ワンアウトランナー二塁一塁。さあそして打席にはカルザゲ入っています。さあランナーを得点圏に背負っています。まずはボールから入りました。ストライク。インサイド打った。ボテボテの当たり、ピッチャー取った。二塁フォースアウト。ダブルプレー、チェンジです。先ほどのプレーです。見事ダブルプレーに仕留めました。しかしこの回ドラゴンズ点差を縮めていきます。3対1、ドラゴンズが追い上げを見せています。赤星さん、立ち上がりを攻めリードを奪っているわけですが、もう一押ししておきたいところですよね。そうですね。こういう展開の場合は取れるときにしっかり取って優位に立っておきたいですよね。そうですね。追加点を取れるのか注目です。低めの球ストライク。ノーボールツーストライク。打ちました。さあどうだ。右中間破っていきました。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット。ノーアウトランナー二塁です。さあそしてバッターボックスには頓宮が入ります。さあ追加点のチャンスです。まあ早いうちから点差があると楽になりますから、ここも期待したいですね。なるほど、そうですよね。ファウルになります。インコースの変化球見ています。いい当たり、これはどうか。センターに抜ける。チャンスを広げていきます。ノーアウトランナー三塁一塁。さあそして打席には T 岡田が入っています。さあチャンスが続きます。まあここでつないで1点でも多く得点しておきたいですね。なるほど、そうですね。打ちました。流しました。ヒットになった。サードランナーホームイン。バファローズ1点追加します。レフト前へのタイムリーヒット。4対1、バファローズなおも2塁1塁のチャンスです。期待に応えるバッティングを見せました。点差を広げます。こうなってくるとチーム全体が乗ってきますからね。早いイニングからゲームを楽にできそうです。さあそしてバッターボックスには中川が入ります。さあチャンスが続きます。まだまだどうなるか分かりませんから、もっと点。バントしました。取りました。一塁送球します。アウト、ワンアウト。送りバント成功です。ワンアウトランナー三塁二塁。いい形になりましたね。さあそしてこのチャンスで打席には打ちました福永。アウト、ツーアウト。打順は8番野口。バファローズこの回1点を入れています。さあ3点をリードし、なおもその点差を広げていこうか。打ちました。高いバウンド、ショートゴロ。土田一塁へ送ります。
判定はアウト。3アウトチェンジです。しかしこの回バファローズ1点を追加しています。3回終わって4対1、バファローズのリード広がっています。4回の表ドラゴンズ打順よくこの回はクリーンナップから始まります。細川がバッターボックスに入ります。先ほどの打席はライトフライに倒れています。バファローズリードで迎える4回です。これが2球目、打ちました。詰まりながらもセンターへ。ここは打ち上げています。これは平凡なセンターフライ。中川抑えてワンアウト。打順は4番中田。先ほどのヒットはしっかり捉えた打球でしたよね、ええ、ここは気をつけないとまたやられかねませんからね。そうですね。初球打ち、弾き返した打球はライトへ。ライトが取りました。ツーアウトです。バッターは今日 DH に入っているビシエド。先ほどの打席はサードゴロ、併殺打となってしまいました。ツーアウトになっています。この回の曽田、早くもツーアウト。まだ3球しか投げていません。まあ積極的に打っていくのはね、悪いことじゃないんですけどもね。はい、そうですよね。際どかったですよね。ボール先行です。改めてお聞きしますが、このビシエドどういうバッティング？3球目打ちました。高く上がった。この当たりはどうか。真ん中を破りました。バッターランナーは二塁まで進みました。ツーアウトランナー二塁。さあそして打席には上林が入っています。さあ得点圏にランナーを背負った場面です。打ちました。ボテボテ。セカンドが前に来る。取った。一塁へ。バファローズさらにピンチになりました。ツーアウトランナー三塁一塁。さあそしてバッターボックスには福永入ります。さあなおもピンチの場面。まず何を投げてくるか。初球いいところに決まりました。改めてお聞きします。バッターの福永、どういったタイプのバッターでしょうか。まあ当たればホームランも飛び出す長距離砲という感じでしょうか。そうですか。ランナースタート切ってきません。サードうまくさばいて一塁送球。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。これが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。4対1、バファローズがリードしています。オリックスバファローズ4回裏の攻撃になります。バッターボックスは9番広岡。先ほどの打席は相手のエラーで出塁しています。バファローズリードで迎える4回の攻撃です。赤星さん、ダメ押し点の欲しいこの場面、まずは出塁したいと思うんですがいかがでしょう。そうですね、まだ安全圏な点差ではありませんから、しっかり先頭から出塁していきたいですね。確かにその通りですね。低め見送りました。ストライクです。インサイド落ちました。この打球は落ちそうだ。ライト掴んでワンアウト。打順は1番に帰ります。バッター西川、今日はここまでマルチ安打を記録しています。いや当たってますね。この調子だと猛打賞も行くでしょうね。さあここも打っていけるか。高橋、まずは先頭バッターを打ち取っています。
高めのボール球振っていきました。あっという間に2ストライクです。低め見送っています。これが4球目。打った！ライトに強い打球。ボールはそのままフェンスに直撃。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。これで3打数3安打の猛打賞。ワンアウトランナー二塁となりました。さあバファローズ追加点のチャンスを迎えています。この辺りで差を広げておけば余裕を持った試合運びができますからね。なるほど、そうですね。さあどのような攻防を見せてくるのか。バッターボックスにはゴンザレス入っています。低め外れました。さあ3球目は何か。ああこれはいけません。デッドボールです。さあそして打席には森が入っています。さあチャンスが続きます。まだまだどうなるか分かりませんから、もっと点を取っておきたいですよね。なるほど、そうですね。ここはゲッツー狙いのボールには気をつけたいですよね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。